どうも、平井弘明です。今回のワンナップゴルフはですね、レッスンの結論を言いたいと思います。レッスンの結論と言いましても、僕から見たゴルフレッスンはこういう感じですよ。あとは、レッスン内容もそうなんですが、今現状世の中に出てる、僕が見てるのは数少ないレッスンですけども、そのレッスンの中でも色々周りから聞いた話とかっていうのも含めて、きっとレッスンっていうのはこういう 形じゃないかなという結論をお話ししていきたいと思いますそれとですね大変申し訳にくいんですが今回そのレッスンの結論ということで最終回になります前回もなんか最終回うんちゃらぐんちゃらとか言ってたんですけども今回もレッスンの動画で最終回になりますのでぜひ最後までご視聴よろしくお願いいたします 自分の感覚覚覚としてて体でええられないというか覚えてないいだからその直される前というか今現時点の自分のスイングっていうのを自分の感覚でその理解できてないと新しいことやろうが今のスイングを続けようがどっちにしてもこう続かないというかその日その日によって変わっちゃう。 そうだね、ダメだね。だから、ここ最近上がった素振りの動画、素振りの大切さっていう、あれも全く同じことで、俺が打ったのが、編集してくれて、その素振りとショットって同じスピードでたまたま打ってたじゃないあれもめっちゃくちゃ意識してやってるのよ。そう、同じようにカメラ撮ってるからの意識じゃなくて、 同じように振らなきゃいけない素振りだから同じようにいつも振ってるからできてるだけでボールがないだけで、うん、本当に打つのをイメージして、うん、体を動かしてるから、うん、同じように、ね、そうそうそうなんだよねだからあれも本当に自分から改めて意識をしないと絶対できないことなんだよねそうだから今持ってる番手でターゲットに対してどういう距離を打つかっていうのを最低限考えてないと それもできないし打つから振りましたじゃあダメなんだよね<ー>そうそんねうんみんなでも素振りなんて意識してないだろうねそんなことは意識してない人の方が多いかもね、えー、うん全て動いた時点で全て意識してほしいの何にしても<ー>うん 意味のないこともあるかもしれないけど、でも、それも理解してほしい、一つ一つね。うん。レッスンってその、そしたら教えてくれる人がさ、うん、正しいこと言ってるかどうかも、まあ、分かんないわけじゃん、その時は。その時は分かんない。分かんないな。<laughs> だから間違えたことをさ、あ<ー>教えてきてる可能性もあるじゃないある。それをその今言ったように体で覚えて、言われるように逆になっちゃったの、うん、と、それがよくないっていうかさ、うん、この前言ってたほら、なんだっけ、どう上げるここ。 こああこ,こっちにねこっちに上げてインサイドから体の後ろからクラブを下ろすもう俺あれ聞いた時に今その流行りの理論としてあるかもしれないけどある,あるはあるあるはあるあるはあるんだけど人を選びますよってそのネタはっていう感じなんでね初めて半年も経ってない女性がやることではないそういうことだよね そうでそれを平気で教えることにもうんでなのかなってその間違ってるよって意味じゃなくてどういうその、まあ、理由があって教えたのかを。 あの参考にしたいだから聞いてみたい部分もあるのよ <laughs>、うん、多分新しく知ってご了承してるだけでしょそれはだそのもしかしたらね人に合わせたレッスンなんじゃなくてあ<ー>自分がそれを教えたいから教えてるだけでしょああ、だその俺のレッスンって教本使最初そのレッスン始めた時はこういう教本があるんで使ってくださいって言って一応用意はして でパーッと見てもうなんか最初の何項目かであ全然なんか実際のゴルフと違うなと思ったからもう一切それは使わないのもうでそれ俺が言ったことじゃないしその俺が言ったことじゃないのを生徒さんに言ってダメだった時に俺責任取れないから自分の理論じゃないからそれだったら全部自分が責任取りますよっていう意味で全部持論で言ってるわけそうでそういうのと似たことで結構いろんなその何話を聞いたりとか生徒さんから あってこういう教え方されたんですけどどうですかとかいろいろ聞くんだけど練習場行って見ず知らずの方からこういう,そう声かけられて教わりましたとかでもたとえその人が本当にただゴルフ好きな人であってでも理論がしっかりしててで教わった方がそれでうまくいったらもうレッスンってそれで完結しちゃうのよ。そそうう別にその免許持ってようが 持ってなななかろうが関係いいじゃないそうだからレッスンってすごい難しくてじゃあそのレッスンやってるそのプロの資格を持ってる人となんとか認定とかそういうまあ免許みたいなのを持ってる人の違いっていうのはやっぱり本当のドキ本中のドキ本だったりあとはやっぱりこういうことを教わりたかったとかなんて言うんだろうやっぱちゃんとしたこう本筋があるんだよねちゃんとしたプロって。 うん、でやっぱりその新しい理論を映像とか話だけで覚えたプロっていうのは <laughs> あの何かしらその教えたことに対しての質問に全て多分答えられないと思うのよ,よ、ねうね、やってないから。で、ねうん、多分 PGA の P G N を免許持ってる人って自分でやったことをコースでやって試合に出てやってって経験をしてるのよみんな。だから 説得力もあるし、まあ信用って言ったら他の人が信用ないみたいな言い方になっちゃうからあれだけど、そのすごい説得力があるんだよね。自分でやった結果を言ってるから。で、良くなかったこともあるし、良かったことはすんなり教えるし、そういう、まあ、いいことっていうか、ちゃんとしたことがやっぱり PGA の免許を持ってる人っていうのはあるんだよね。そう。 俺が今レッスンで言ってることっていうのはもう99.9%自分で経験したことしか言ってない、うんうん、架空のこととか、うん、きっとこうだろうなとか、うんね、YouTube で見たことを言ってはないんだよね <laughs> だからシャローイング教えてくれるそう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  <laughs> そうそう, <laughs> そうシャローイングはねそう絶対教えない <laughs> やってないから <laughs> やってないから <laughs> そうやってないことをやっぱ教えられないよねダウンブローの そう、ダウンブローも今後上がると思います。<laughs> あの、今ちょっと温めてます。だそう、ダウンブローもこの間撮ったじゃないあれも途中から違う動画になっちゃったじゃないああいうのとかも、そう、自分で持ってない理論なんでね。そういう風に打とうとしてないから。でも、自分としては、その前の動画でも言ったけど、めんどくさがりやでせっかちだから、楽な方楽な方を、方法を見つけて打ってきたから、 一番最短ルートを通ってきたつもりなのよ。だから、それを伝えたいわけ、お客さんに。うん,うん。知ってる人からしたら、うん、知ってるネタが持ってんだから、遠回りしてもらいたくないのよ。うん、それはね、道具もそうだし、うん、スイングもそう。だからね、意地悪とか、これができなきゃダメだよとか、道具も、 段階を経て、初級は初級買わなきゃダメ。中級になったら中級買わなきゃダメ。<laughs> そんなことを俺は言うつもりないわけよ。うん。もう、万人受けしてめちゃくちゃいいクラブしか進めないし、ボールも。<ー>そう。ただ、ボール、グローブ、スパイクはいいやつを進める。それなりの結果が出るから。うん。だけど、クラブってその時のね、タイミングでシャフトが変わったりとか、いろいろマッチングもあるから、 やっぱりこのヘッドだったら間違いないよっていう別に高額とかそういうのじゃなくあのこれはいいっていうものを進めてあと買う買わないはそのお客さん次第ですよっていう。ううん、うん、うん な話全然関係いけどして相談されてまあ最低限の先生の選び方とか本当に集団だったらこういうメリットありますよっていうのは言ってあげられるからそこの塾行かせてお金も時間も無駄にしてるでしょ僕に最初から聞いてくれたらその無駄にする時間と金が減るから悪いこと言わないから俺に相談して言われたところに行ったりとか俺に習う方がいいですよねそういうことでしょう。なんでお金と時間を無駄にする いいや本当。だって知らないでみんな言ってんだよだって何百人とかいやそうなのよいや本当そういうことがゴルフ界にもあって <laughs> そうで言っていいのか分かんないけど60万レッスンで払ったっていう女性が先輩のところに来たわけよ <laughs>、うん、で60万払ってそのレッスン内容とかレッスンのことを LINE でやり取りするんだって、うん それ LINE で, <laughs> でやり取りして最後に上達があんまできなかったらしいんだよねその生徒さんとインストラクターが多分こうかみ合わなかったんだよね多分、うん、うまく上達しなかったですねみたいなことを最後 LINE ですいませんみたいな感じで言ったら一番最後に来た LINE があなたの覚えが悪かったからですねって来たらしいのよ <laughs> そんなインストラクターいるのかと思って。そうだよね。あ,あいや、信じらんないと思って。うん、60万よ。俺1万8千よ <laughs>。そう。どうなっちゃってんのよと思って。で、後々その方がいろいろ調べて、そしたらね、免許持ってないっつうんだよね。無免許よ。無免許で、ユーティリティ8万9万で買わされる。うん、買わされそうっていうか、 まあ勧められてユーティリティなんて言っちゃえば23万よそう新品どんなダイヤモンドついてんのと思って確かにうんいやもうねそういうことが最近多いわけですんで流行ってるゴルルフスクーみたいなそうゴルフスクールインドアスクールそうでもちろんねちゃんと資格を持ってやられてる方が多いの多いんだけどその中に その俺内容は全然知らないよ。無免許で教えてるっていう仕組みは知らないんだけど、例えば施設がね、えっ、ー、と、うちでレッスンやりますんで、アルバイトでこういう人たち抱えます。だから免許持ってなくても教えていいでしょってやってんのか、わかんないけど、その、お金をもらう以上ね、最後の一玉で責任を持てよと。お客さんだって時間とお金使ってきてんだから、 だからそういう人たちだけじゃないんですよ。<laughs> 熱くちゃんと生徒さんに向き合って教えてる人が多いです。多いんですけど、その中にもそういう方がいたっていう現実なんですよ。じゃあそれは、良くないと思います。僕は。本当に。良くないね。うん。 教えるからにはやっぱりそれなりに覚悟を持って言わなきゃいけないしだからそこを覚悟持ってないんじゃないかなと思ってうまくすることが仕事として教えるのか教えることが仕事として教えるのか教えたら教えっぱなしでおしまいっていうかあとやるのはあなたでしょっていう悪い先生それは学習塾でも一緒あああああやるのああ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  本当に一人でも解けけるるような力をつけるテストで点が取れる力をつけるのが今日ゴールとして教えてる先生は説明してできなかったら次どうしようって考えて次の手打ってあげるから、えー、その違い結果を出すことを、うん、ゴールとして教えてくれる先生は、うん、ちゃんとやってみてくれるそう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 なのよだから時には「前回こうやって言われましたけど」っていう生徒さんもいるわけよ。いやそりゃそうだよって、うん ゴールはここだけど、でも、こっちから言って、うん、まあこっちが、あ、ちょっと合わないなと思ったら、もちろんこっち側から言う時もあるんですよ、と。うん。ただ、やってることは一緒だし、ゴール地点は一緒だから、うんうん、その方のゴール。うん、そう。だから、あ、これダメだったからこれ言おうじゃないし、うん、うん。ちゃんと、その方を見て言ってるから、もちろん違う言い方もしますよ、という時もあるね。あるよね、だから秀樹の動画の時に どこを意識したらうまく動けるかその人によって違うそ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 うよねそう一番最初のファーストアタックはやっぱり自分が最短ルートでやってきたことを言うわけん一番それが近いと思ってるからでももちろん万人受けしないからそれがその人にとって体も気持ちも窮屈だなと思ったらやっぱり違う言い方をするしうん じゃないとやっぱりずっとその人がさ難しいでゴルフ終わっちゃうから絶対それはやらしたくないからあとはそのやっぱり生徒さん任せの部分もあるしそれは意識自分の意識をスイングの意識をどこまで持ってるかっていうのもやっぱり本人も考えててもらいたいことだし直した部分をちゃんと直せてただクラブを振ったから当たるってわけじゃないじゃないゴルフってやっぱりその 一つの動作を全て意識して理解した上で動かないとダメだから、ただコースだとその意識を持ってやったらうまくはいかないんだよね。その意識を持たなきゃいけないのは練習場だけ。そう。で練習場が100%意識してそれをやりましたってなってくると、今度何回か練習場行くうちに、その意識が半分でも同じ行動ことができるじゃない慣れてくるから。 それが30%ぐらい切ってきて初めてコースで試せるぐらいの価値っていうか実力になってくるから。うん、意識してやってたことが無意識にだんだんこうようん、になってきて初めてコースで使えるそう。うん、いきなりは無理だし、そう。コースでは、だから俺ね、ぶっちゃけて,っていい。うん、ラウンドレッスンって意味ないと思うの俺。あ、そうか。そマホでやったところで。そう。だからラウンドレッスンイコールマネジメントレッスンだったらわかるのよ。ああ、そうだね。そう。 だけど、ラウンドレッスン何回かやったことあるんで、本当大変申し訳ないんだけども。<laughs> だけど、ラウンドレッスンって、俺本当に無意味の一歩手前だと思うのよ。無意味までは言わないけど、でも、その場でやって、できる実力の方だったら、うん、多分、レッスンに来てない可能性があるんだよね。もうできちゃうから。<laughs> 自分でわかるわか、そう。自分でわかる。そう。だから、 確かにラウンドレッスンってあの受けたいっていう方多いし、うん、大事だし、うん、もちろんやった方がいいとは思うけどそんなに必要ない1年に1回やるかやらないかぐらいで俺は十分だと思うでも今の話聞いて思ったのはじゃあそのラウンドレッスンしたいよっていう人たちがああなんでラウンドレッスンしたい何習いたいんだろうねそう人によって人によって違うと思う そそししたられれはラウンンンドレッスンじゃなななくてそのマネジメントなのかもうんマネジメントレッスンだったら俺例えば一人で20人連れてクラブ持たないで18ホール歩くここ打ってってそれだったらマネジメントだったらその20人同じ人を毎日やってもマネジメントレッスンっていうのはいいとそれぐらい大事だからラウンドレッスンは1年に1回でいいけどマネジメントレッスンは毎日やったほうがいい本当に。<laughs> そう,そ,うそれぐらい大事だってねこの間の土曜日そのレッスンの会場記念でラウンドレッスンやったの、うん、それこそラウンドレッスン <laughs> やったんだけどマネージメントをしっかり教えてあげた女性の方前半2バーディー取ったから <え>そう、だからそれぐらい大事なのよ。で、むしろ、今の実力をそこまで伸ばす必要ないのよ。十分できてるから。え、じゃあショットとかもいじってないってことかいじってないよ。なのにーバーディー。そうそうそう。うんとね、うんと厳密に言えば、素振りの仕方とマネジメントを教えただけ。うん、素振りの仕方そう。素振りそんな大事なんだあれめっちゃくちゃ大事だよ。<laughs> いや、編集してくれたじゃん。<laughs> そう。えー、そうそう,そう。それぐらい素振りって大事。 あんまりその方のことを詳しく言っちゃうと申し訳ないからあれだけど、まあ、あの、すごいいい例なんでちょっと言わしてもらいますけど、まず素振り。素振りその方って本当に前回の動画じゃないけど、素振りと打つスピードがもう丸っきり違う別陣。別人<陣>。で、よく先輩が別人28号と言うんだけど、そのもまどうでもいいんだけど。<laughs> <laughs> そう、それで、 その、素振りは、本人から答えを聞いてないからわかんないけど、多分ね、素振りがゆっくりで、打つときで振っちゃう人って、うん。あの、多分ね、素振りで形をチェックしてるのかもしれない。そう。それはそれでいいのよ。だったら、形チェックしてゆっくり振りたいんだったら、形チェックしたゆっくりな素振り1回と、本番これぐらいで振るだろうっていう素振り、早い素振りを1回の2回。 をやってもらいたい。うん、それで、素振りがね、本番はね、ここまで行くのに、その人の素振り、ここで終わっちゃうのよ。それじゃダメでしょって。だからもうちょっとしっかりビタッとフィニッシュまでと取って、今すぐやったことだから、その感覚を覚えてますよねって。それ今ボールに対して動いてくださいって言っただけなの。で、打つ方向をめっちゃ細かく教えたわけよ。そしたら2バディですよ。へー。 もう全然違うと思って、うん、でやっぱり午前中そんだけ口酸っぱくやるとやっぱり慣れてないじゃないやることにだからもちろん疲れが出るのだから後半ちょっとずつ疲れてきちゃってなかなかご本人がやりたかったこともできなくなったのは確かなんだけどでも可能性としてすごい出てきてるわけよよくなりそうなそうでパターなんかもすごいご自身で「難あり」って言ってて。 3パットってあっ3パットやっちゃったっていうぐらいのグリーン上でパターを3回打つってことはあまり良くないことだけど4パット5パットをやるってわけよ挙げくの判定に3 0ンチが入らないってわけそれってもしかしたらちょこっと雑が入っててちょこっと間一で雑だよねに打っちゃっててあとは外すと恐怖心が出るでしょって恐怖心が出ると体グリップ 振りが緩くなるわけよバーンって打てないから怖いからそ,うそーっと打ちたいのそうするとクラブって余計に暴れるから30センチでも十分外れる可能性がありますよとでもよーく考えてくださいよって遊びで例えば家でカーペットの上で50センチ先にペットボトル置いてそこにボール打ったってどうやったって当たりますよねってってことはもちろん 気持ちも違うんですよと、本番と。だからそこは違うし、だからまずグリップの強さを教えて、うん、あとは振るスピードを2.5倍ぐらいにしたの。そう。したらね、結構入るようになったの。で、1メーターぐらいも外さなくなったの。うん、そう。だからそういうことがラウンドレッスンのいいところ。ラウンドで出るミスを知れたっていう。そう。だからそういうところはラウンドレッスンはすごくいいなと思う。うん。あとは、ラウンドレッスン でやっぱり教えることと練習場で教えるるここととっってて違いましたたねって言わわれたこともあるわけそれもさっきと同様そ,のそれはそうでしょと練習場でやってることとコースでやってることがお客さん自身が違うのでコースではそのコースで出たミスに対して言うからでこういう場合はこうやって直した方がいい。ただ練習場と コースでこうやって違いますよっていうのは僕は必ず言いますよと。だから練習場で言った注意点とコースで言った注意点では全然違いますよっていうことを説明する。そういうこともやっぱあるから。でもそれも意識なのよ。そう練習場と同じことをやろうとしてない意識が薄いんでやっぱりなかなか同じ球が出ないんだよね。練習場でいい球打っててコースでいい球が打てない。同じ球が打てないっていうのはそういうところ。 うん、同じ意識とテンションではやっぱりいけてないんでねそれは緊張感から来るのか楽しみハイテンションから来るのかは分からないけどでもその気持ちの変化がある前提で考えればやっぱり気持ちをもっとコースでは強く持たないといけないしそうじゃないと同じように行動ができないから,だからそういうところを意識としてもうちょっと強く持ってもらいたいね。 あとはそのなんだろうレッスンっってて難しいよね <laughs> 人に教えるってさ、うんうん、例えば俺が言ったことで、うん、めちゃくちゃ誰が見てもナイスショットだという球を打ったとしても、うん、本人が納得してなかったらもう成功じゃないし確かに、うん、それがいや納得してないようですけども。うん 今の球が100点で理想ですよって言っても感触的に良くなかったらそれはまた違う話こっちを納得させるように言うこともどうかなとも思うし、うん、ただあの結果としてすごくいいスイングしてたしいいタイミングだしバランスもいいしいい球でしたということは間違いないっていうことだけは伝えておきますって、うん、あとはそれがねご本人が納得するかどうか、うん、その スイングに関してもやっぱコースでコースじゃなくても練習場でもそうだけどやってもらいたいこととかまあいくつかあって人のスイングをよく見ることって大事そうでやっぱり人のスイングって全然違うから同じようなスイングはいるけど同じスイングはないそそうだからそれで タイミングがあの人遅いなとか早いなとか、うん、そこに気づくだけで変わってくるからそうするとパッと頭切り替えられる人ってあ俺早く打ってみよう遅く打ってみようって自分でトライするようになるのよあ真似してみるそう真似してみる、うん、そうだから前言ってた俺モノマネしし,した方がいいですよと、うん、あれにつながるんだよね、うん、モノマネって難しいねそういう意味だ上手い人ってさ、うん、上手いんだよね多分ゴルフも そう特徴を掴むのが上手だしでもそれは最初自分なりでいいの<ー>きっとこの人こうやって動いてるなっていう動きをうん、うん、モノマネを取ってみることが大事でうん、うん、でなんで取るかっていうと自分が思い描いてる動きと同じ動きができてるかどうかなのようん、うん、それってモノマネって自分のスイングじゃないからわかりやすいそうだから 例えばボール投げるにしても肘をこうやって使ってパンって投げてるつもりだけどこうやって投げちゃってたり肘使わないでそれって映像で見なきゃわかんないこととかってやっぱりあるんだよねだからとにかく自分のスイングをカメラで撮って見ることが大事それは他の知らない人の撮ったらいけないので知り合いの方とか自分のスイングをカメラに収めてこう見比べる っていうのはめちゃくちゃ大事かもしれない、うん、そうすると基本がこういろいろできてくるわけうん、うん、そうするともちろん自分を基本に置いたときにこの人はこっちこの人はこっちみたいになってくるわけよ、うん、そうするとスイングの理解が自分でできてくるわけ、うん、そう遅い大きい早い軸動かすとかいろいろ分かってくるのよ比較対象がないとうん 自分がどうな,るか分かんないのスイングだけ見てても分かんない、うん、自分が当たり前だから、うんうん、プロのスイングでもいいのよ、うん、プロのスイングと自分のスイングを比べて、うん、同時再生できるんだったら同時再生して速さがどれだけ違うのか、うん、で例えば俺あいつより速いみたいなでもいいのよ <laughs> そういいので速いのに曲がるから、うん でもあのプロより速かったら当たったら俺あのプロより飛ぶってなってくるとまっすぐ飛ばしたいワンラップの動画を見たくなるわけよ。<laughs> そうそうそうだからそういうふうに何かをつなげていけることがその上達なんだよねそステップアップしてく 動画の、そう、チャンネル名がワンラップゴルフになってるんです。どうでもいいよね、今そう。そう、そう。<laughs> そ,うそう、だから、ゴルフの、その、まあ、レッスンの結論としては。自分のスイングを理解することがまず第一。どうやって動いて、どうやって動いてるつもりなのに。映像で見たら、全然違う動きをしてたとか。それだけで、進歩ですよ。うん。 理解でできたんだからそれで次にその理解したものをまた行動に移して本当の理想の自分のスイングはここだっていうのを追い求める人だったらスイング改造してもらいたいしいやある程度スイングはどうでもいいから球筋を思ったところに飛ばしたいというんだったらすごいフェースコントロールを意識してフェース面だよね面を意識してどこに押し出すか。 ボールをどこに運ぶかっていうことを意識しなきゃいけないし、だからいろいろこう枝分かれしていくと思うんだよねそこから。だからゴールは一つじゃないし、だからど,どこに自分がたどり着きたいかっていうのがはっきりしてくるはずなんだよね自分のスイングを理解した上で、そう。だからそこだよね。うんだからその思い描いている体の動きなんかを思うようにできない方。 とかはやっぱいるんで、そういう方なんかは動きとして理解しなくていいんです。スイングを上げて。ていうタイミング。とスイングのバランスだよね。要はよたつかない。スピードで振るという。その2つを意識するだけで勝手にスイングって良くなるのよ。そうだから。 一個一個のパーツを、こういうパーツをね、意識して、この気持ち的にも体的にも気持ちいい人と、それは気持ち悪いっていう人ももちろんいる。だから、俺なんかそっちタイプ。気持ち悪くなっちゃうの。動きを意識すると。だから、俺も意識してるのは、上げて、当てる、上げて、当てるっていうタイミングをめっちゃくちゃ意識してる。だから素振りのテンポが変わらない。ショットと。上げて、下ろすだから。そう。で、上げて、当てるか。 うん、その意識が強いから、うん、スイングスピードもそのあんまり変わんないんでねう<わ>そうあとはフィニッシュのビタっていうバランスっていうのも意識したスピードで振ってるからあんまりギョタとかもなんない、うんうん、だからそういう得意な方を選んでもらいたいピックアップして進んでもらいたいんでねそうそういう何か感覚のタイプもあるわけよ、ね、そうある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 、うん、体の動きだけじゃなくてそう いろいろレッスン一括りで言っても難しいんでやっぱり人に教えられるのもいいことだけども自分で自分のスイングを理解するということはそれよりも大切なことというのを分かっていただけたでしょうかね <laughs> では今回はですねレッスンについて動画を撮らせていただきました。最後ままでごご視聴ありがとうございます。